こんにちは、解説役とアシスタントの四国ベタンです。こんにちは、初心者プレイヤーとアシスタントのメイメイひまりです。リアンダーを愛する指揮官の主です。今回は今年で一番再生された動画をランキング発表します。視聴者さんからよく見た動画のランキング10本、それと主が個人的に頑張った動画3位を紹介したいと思います。まずは振り返りの前に主の紹介です。主です。アズールレーンを2017年からやっております。好きなキャラクターはリアンダーです。動画シリーズはアズールレーンのエクストラステージを細かいルールの下でリアンダー単独または必ず入れた編成でクリアしています。今年はついにリアンダーのイラスト依頼数は100枚を超えました。結婚もバニーもメイドもありとあらゆる状況は揃っております。それと人気投票はリアンダーにお願いします。ありがとう主。次に振り返り期間は12月10日まで、集計方法はビリビリ動画とニコニコ動画と YouTube の合成再生数とします。番外編は同じイベントとして扱います。解説動画などは対象外とします。ただし今後作成する15-4を全英リアンダー級で周回するときは登場する予定です。集計日は12月10日の日本時間13時から13時5分としました。一括出力ができなかったので手動で撮影したそうですよ。サンウェブサイト全ての動画再生数のスクショと掲示読み込みで時間がかかったみたいです。まずは10位から4位まで一言二言添えて見てみましょう。第10位は決戦。決戦計画、リアンダー短期クリアです。島風復刻イベントでしたね。白龍の動きが忘れていました。復刻イベントなので簡単でしたね。合計再生数227回でした。第9位はリアンダー短期クリア、武者の天秤エクストラステージです。初めて PV を導入した動画になりますね。リアンダーの設備を全部速度特化にした高速仕様にしました。合計再生数200回でした。いい間合いです。第8位はシユボン劇場、リアンダー短期クリアです。日本版の数年のエクストラステージでしたね。半影 X を7回リミック発動させれば雲仙の即時撃破とステージクリアが見えてくるという特殊ユニークでした。決まりにも簡単なステージでした。合計再生数76回でした。第7位はブリットマンユニバースコラボエクストラステージです。復刻コラボイベントでした。エクストラステージが復刻とあって簡単だなって思ったら、キャラクター用 SP が5ステージがあるとは思いませんでした。合計再生数808回でした。第6位ビーナスコラボエクストラステージ2、玉木アンドルナ。アライブコラボですね。玉木またはルナの片方を撃破するとフィーバーモードが発動します。フィーバーモード中は弾幕を回避できる安全地帯がなくなる範囲攻撃を出すため短期でクリアが不可能なステージでした。合計再生数949回でした。第5位はリアンダー短期クリア、不転の先人ビスマルク2です。大陸版6周年のエクストラステージですね。ちょうどこの頃からビリビリ動画に積極的に投稿するようにしました。今と違ってリアンダーのキャラストみたいな冒頭を演出しました。ギミック解除と撃破のために予告文通りにしないといけなかったですね。合計再生数は1093回でした。第4位は復刻イベント螺旋の鏡界エクストラステージ、リアンダー短期クリアです。私たちが初めて動画に登場した回でもあります。レベル120のメタオイリュウとあってレベル差補正によりダメージが通りやすかったですね。弾幕を思い出すまでがかかりましたが撃破は楽々でした。合計再生数2421回です。主が個人的に頑張った動画3位を紹介したいと思います。動画宣伝というよりはステージクリアに苦戦した思い出ですね。それでは見てみましょう。思い出の第3位、合唱戦。3位リアンダー短期クリア、移行を後に判定武装機構ローグです。敵はローグでしたがギミックが面倒な相手でした。ギミックが画面に出る指示に従って立ち回りを変える必要がありました。動画見てみました。攻撃するのとの指示や敵の砲撃で解除するギミックなど攻撃する機会が少なかったですね。思い出の第2位、
ミーカスタマイズ緑地とぎ話イベントです。リアンダー単独クリアとジャンヌダルク単独クリアはどちらも JR の駅の待合室で撮影しました。特にジャンヌダルク単独クリアは主力がゴリゴリと削れているため、あと3秒遅かったらおそらく負けていたでしょう。主はクリアした当時はあまりにギリギリで勝てたので勝ったことに呆然としましたそうです。以上が思い出の2でした。思い出の第1位、一応豊上テスター千人気候ボディです。最新とあって再生数が少ないけれど単独クリアは難しかった。被弾ダメージが少ないものの被弾数が多いと倒れる難しいステージでした。エクストラステージで耐久しろ。ガリアンダー単独は耐久が低くとても苦手です。ユニコーン界小崩壊の回復2役を最速にすると撃破する火力不足になって時間切れ。火力を高くするため装備を変えると今度は回復が間に合わない。そのためリアンダーが倒れる。どちらかしか選べない苦しい状態でした。約40回から50回リトライして1秒を切った中での撃破でした。コラボイベントはアクション忍者ゲームなのではなはずが BGM が洋風で雰囲気が全然ないですね。緊張感のある BGM 選びが定まらなくてモンハンよりミラボレアス戦にしました。以上、主が個人的に頑張った動画でした。さて、ご退場願おうか。今年一番見た動画の3位から1位までの発表です。第3位はリアンダーと世界初単独クリア、カスタマイズ緑地とぎ話です。レイドイベント用のエクストラステージですね。普段のエクストラステージと違ってレイドイベントなのでフルパワー編成しました。係数 96% を短期でクリアすることは不可能でした。リアンダーを係数 88%、 ジャンヌダルクを係数 93% を達成しました。自分が知る限りは世界一位記録でしょう。合計再生数2455回でした。挨拶はもう終わりましたよ。第2位はリアンダー短期クリア、飛行後に判定武装機構ローグです。エクストラステージとしては一番古いイベントでした。ちなみに主がタイミングを逃してニコニコ動画に投稿していない動画です。本当に申し訳ありませんでした。思い出話としてはゲームの以外で話すエピソードとして、今でこそ視知や速さができるようになりましたが、当時は動画作成のソフトすら時間がかかっていました。画像でクリアしたと投稿している活動は2020年頃からですが、動画としてのリアンダー短期クリアは初めてですね。合計再生数8921回でした。第1位はリアンダー短期クリアヴィーナス演舞女天狗デッド見させてもらう。アライブのコラボ復刻かつ EX スイッチですね。ビリビリユーザーが多く視聴してもらい、単独で1万回超えた再生を記録しました。本当に視聴者の皆さんありがとうございました。ところで主、最近はエクストラステージの傾向が変わっています。ここ3回のエクストラステージは被弾ありきで耐久戦でした。弾幕シューティングの技術の一つちょん下げが、アズールレーンは繊細な操作性に難があります。そのため被弾したら即倒れるエクストラステージの場合、何度も何度も倒れていくことにやる気が落ちる指揮官が多かったのでしょう。いい変更でもあり少し寂しさもあります。ところで主はこの傾向はどう思いますか？リアンダー単独クリアが困難で困ったりしませんか？手に汗握るシューティングが目減りするので寂しさはあります。しかし今後もこの傾向なら今度は別の楽しみを構築します。例えば時間切れまで耐え切るとかです。合計再生数11337回でした。以上が今年の最も再生されたランキングでした。ユニコーン頑張る。私
今度こそ絶対守らなきゃならないんです。天罰敵面熱戦。うん、ちょうどいい間合いです。ユニコーン頑張る。天罰敵面、うん、ちょうどいい間合いです。ここまで振り返りましたが、最後に主から総評をお願いします。今年の12月10日時点でサンウェブサイトで累計 29,827 回も再生されました。こんなに伸びるとは思いませんでした。これもひとえに視聴者さんのおかげです。リアンダーが好きな指揮官を増やすこと、リアンダーの良さを伝えること、アズールレーンのエクストラステージをリアンダーでクリアすることをキャラ愛の形の一つとして動画投稿活動しました。本年は大変お世話になりありがとうございました。来年は年始はリアンダーの人気投票が控えていますが、今回の動画はここまでとします。最後はメタンとヒマリの2人に締めてもらいます。せーの。来年もよろしくお願いいたします。